夢ラジオ第六千六百二十五回。今日は令和六年八月一日木曜日です。時刻は午後八時半。木曜日の夜ですね。もう八月になってだいぶ涼しくなってきました。今も夜窓を開けていると涼しい風が吹き込んできますね。暑さのピークは過ぎたようです。 もうまだ開けたまま寝てるとちょっと風邪ひいちゃいそうなそんな季節にもなってきましたさて今回は阿部詩選手に関する水島社長見解こんなタイトルですパリオリンピックの柔道で会場でワンワン泣いていた 安倍選手、まあ夢ラジオでも取り上げましたが、その彼女の情けない姿について水島さんがコメントしてらっしゃいましたね。チャンネル桜です。この夢ラジオというチャンネルでは、安倍選手は柔道の礼に始まって礼に終わるっていうのを 分かっていない。情けない姿を世界に晒した。みたいなことをお話ししておりましたが。水島さんも同じラインのご発言でしたね。これは私も。心強くした次第です。水島さんも。柔道経験者というか、柔道部だったんですね。結構強い。 選手だったんだとかまああの水嶋さんのお体からすれば私なんかが組んだらもうすぐにふっと潜り込まれて背負い投げ一本やられそうですけどでもそんな水嶋さんが今安倍選手と組んだら1秒か2秒でやられるだろうと今度は水嶋さんがやられるだろうとそれほど強い女性なんだ。だけど 三島さんも言ってたけど勝つこともありゃ負けることもあるのがスポーツでありしかも柔道っていうのはそれに武道としての側面もあるはある礼に始まり礼に終わるそれが何だとあのざまはそしてあれが日本の今を象徴してもいるこうも言ってましたね水島さんは。電車の中で 子供がダダこねててるるとと泣いでその父親や母親なに何々ちゃんこれあげるから静かにしなさい」みたいなこんなことしか言えないだから水嶋さんだったらパチンパチンとほっぺたはたいて静かにしろぐらい言えこういうことなんでしょうねなんか渋谷の牛丼屋で騒いでる若い子もうつまみ出したこともあるっていう。 そんな三島社長の個人的なエピソードまで今回語られました阿部二選手もその後のといったかなんかかで「情けない姿をお見せしました日本の皆さんすいませんこれから強くなっていきます」っていうそういうご発言したとかこれは良いことですよねただしまあ イメラジオでも以前お話ししたした今回水島さんもおっしゃってましたけど「指導者誰かいなかったのか」とこれは言いたいですよね負けた時にどういう作法があるのかのその作法を教える指導者いなかったのかいやその通り日本の柔道のね実は薄さはこういうところにあるんですよ。私は自分も ね、水島さんと同じく高校時代は柔道部で柔道については、まあ、ある程度技がわかるつもりではいるんですけどその技だけでなく心の鍛錬みたいなものがどうしても柔道そして剣道には必要なんですよ武道だから。 で勝って喜ぶ負けて泣くは誰でもできるし見にくいじゃないですか勝ってガッツポーズ泣いてワンワンみたいなちょうど今回の阿部詩みたいなあと勝ってキャンキャン喜んでジャンプしてるみたいなでそんなんダメよ見苦しいよと勝っても負けてもあの顔色変えずに畳の上ではあの礼をしてそしてその後も静かに会場を立ち去りなさいっていうのが、まあ、武道のはずなんだよね。 でいくら金メダル取ってようと強かろうとですねあんなワンワン泣いてあの子供みたいな姿を見せてしまったらもう日本のの柔道の評判がですよしかもなんか「歌コール」まで起きてみたいなフランス人もあきれてやってたと思いますよあんなの。あの「泣き叫ぶ阿部歌,歌の姿が今の日本だ」 水嶋さんこんなこと言ってましたね。で日本は週末だと、うん、水島さんの、まあ、哲学というかあんまり水島さんは最近哲学を語らないんですが、まあ、人生観みたいなものの中に禅があってこれは水島さんよくおっしゃいますよね善仏教の禅があって。 その仏教の禅っていうのはどうしても生きることそのものは苦しいとこれは本当は禅だけでなく仏教そのものの教義でもあるんですよ。この世は苦しみであると得ていたものは必ず崩れ去ってしまう愛していたものとは必ず離れるとそもそも望んだものも手に入らないととうとうですよね。 諸行無常なんですよだから栄光が続かないほんのちょっとしか栄光が続かない負けることの方が多い苦しむことの方が多いそれを教えるのが武道なんじゃないのか勝つことより負けることを教えるのが武道なんじゃないのかけど勝つことしか知らなかった安部詩チヤホヤされてはいたけど兄貴と一緒にね一旦負けたらこのざまかと。 ただし Twitter でも日本を背負って立つことの意味みたいなものをもう一回考え直したとか安倍さんの言葉がありましたね。でまだ二十歳次24歳でまだ出れますよねあの強ければオリンピックにオリンピックだけでなくこれからも柔道選手権にですから、まあ、今回のこれを一つのきっかけにして安倍詩選手が勝つことも負けることもどちらもあることを知っているまあ 幅広いそういう選手になってくれたら今回のこのまあ無様な失態もですね彼女がよりビッグになるための一つのステップやったんかなとなりそうですね水島さんは今回のオリンピックの開会式のセレモニーについてもお話しされていて。 なんかピアノが燃えていてねピアノが燃えていてブオーってそこでイマジン歌うっていうそういうあの仕掛けがありましたよね。あれななななんんかなかかなかいいいじゃないかと水島さんおっしゃってましたつまりピアノが燃えてるとブオーとそれでイマジン歌うとそうするとそのイマジンの,あの想像してごらんとこのように上も下もないとね戦争も何もない殺し合いもない 宗教もないそういうあの理想もないそういうみんながフラットに平和に暮らしていける社会を想像してごらんっていうあのイマジンもですねピアノ燃えてるとととどういういことやとで東京オリンピック3年前のあれでも「イマジン」は流れてたけどだからイマジンがなんか人気なんだねあの世界的にというか。 けどあの時は東京オリンピックしかも日本人ですからそのまんま、ね、平和の祭典イマジンみたいなこんなんじゃなくてピアノをガワっと燃やして歌ってるっていうそのこと自体がこのオリンピックという祭典のある種欺瞞そしてこのオリンピックというものがやはり結局は操られているものなのだと誰かに仕組まれているものなのだと。 そういうことへのそのフランス人クリエイターの、まあ、無言のメッセージおなかなかやるじゃないかいいじゃないかと水島社長おっしゃってましたね。まああの燃えるピアノそしてイマジンこれについてどう捉えるかは人それぞれで私もまあ水島さんほどあのピアノが燃えているシーンに思い入れをすることはないのですが、ただ水島さんがまあその今回の 燃えるピアノだのなんかギロチンだのそして死神だのそういったものにフランス人クリエイターのエスプリこれを見て取っているのは面白いなと思いましたね水島さんがそういうのを読み取ったっていうのはね。あとやっぱりあのトマスマスンの ね、トニオ・クレーゲルとかハーフ・ファウスト作詞とかこういうのを引用しながら結局生きるとはねっていうこの話するのはやっぱさん見事ですよね。あそこでパッと「万」が出てくるっていうのはねこの「夢ラジオ」でもああいうトマス・マンの作品ですね「万の山」とかああいうのをもっと ラジオドラマの形式で分かりやすくご紹介していこうかなと思っています。